さあやっていきましょうか。バイオウェゼル4。まあ、せっかくね、この動画開いていただきましたので、最後までご視聴いただけたら嬉しいです。今回はね、おっぱいミサイルを見ることができるんでね、それを楽しみに、ね、動画見て、はぁ、しまった、それ結構序盤で出てしまうんだったっぴゃー。まあ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 、まあ、最後まで見ると、なんかいいことが起こるかもしれないし、起こらないかもしれないし、そう思うかどうかはあなた次第。ということでね、今回は、まあ、ジルサンドイッチじゃなくて、なんだったっけ、小屋サンドイッチ、まあ、ガナードサンドイッチか、に合わないように、まあ、小屋の中に立てこもってね、まあ、ルイスちゃんとね、戦っていくという、そんな、パートでございます。はい。ということで、まあ、ちょっとその前の下準備をね、今やっているところなんですけども、特に売るものもない。うわぁ、お見苦しいものをお見せしましたが、今のは何もなかったということで、ご了承くださいませ。ああ、悪い報告聞きたくない。もう同じこと言ってる。シンクロしてる。うん。あなたたちの救助に向かったヘリが何者かの攻撃によって。この時のヘリってどんな風に撃墜されたのかな？島とかまで行ったらさ、あれじゃん。あの、なんだっけ、ロケランぶちかまされてさ、ズシュって小映えだからぶちこましたぜ、みたいな感じで言われたりするけど。うん。ということで、入っていきましょうか。ね、相変わらず色気もクソもね、だね、あ、揺れる父。どうせサンドイッチに挟まれるならさ、ね、あのガナードじゃなくてさ、このニットを着た金髪女子大生に挟まれたいっすよね。え、あなたも？いやー、気持ちわかるわかる。ね、ほんとわかるわかる。さて、リアン。かっこいいよね、この勘抜き。で、ここで、こいつ何してたのっていう話だよね。だから、裏で、ルイスがどんな暗躍をしてたのかっていうのが、こう、バイオ RE4 なんかで、こう出てくる。おう、大統領におっぱい。ねえ。まあ、政府関係者はおっぱいが大きくなるんでしょうかね。うん。まあ、でもなんか、いろんな、その、噂が立てられてますよね。なんか、ほら、チャプター5の3だったか4、5の4だったかな、出てくるさ、あの、赤い箱の中でうごめいている袋が、実はあの中に本物のアシュリーがいて、で、このアシュリーは黒、寄生虫によって作られたクローンだとかね、まあ、いろんな、こう、説が言われたりとかしてるけど。あ、今、おっぱいチラ見した。俺と一緒じゃん。そう。で、な、まあ、RE4 でね、まあ、バイオ PS2 とかのバージョンで、まあ、レオンの活躍している裏で、エイダがどんな風に暗躍しているのか、みたいなのをこう描いた作品っていうのは出てきたけど、まあ、どっちかっていうと、その、ルイスがね、今度裏方で一体何をしていたのか、みたいなのがこう気になってくるから、そこら辺があると非常に嬉しかったりするんですけどね。まあ、なんか本当にこう、どっちかっていうとこう、本当にハンサムなプーだった、ルイスがさ、ね、この作品になっ、あ、この作品じゃない、RE4 になってからさ、もう本当に、ただの田舎のヤンキーみたいな口元になったのがさ、ちょっと笑ったけどな、あれ見たのがね。さてさて、おいで、出ておいで、さあいつ来る？来る？来ない？来ない？来る？どうしよっかな、最初来たやつ、まあでも、弾も余ってるし、こっからぶちかましていくか。結局なんだかんだ、節約癖がひどすぎるせいで、弾が余っていくっていうのがあるからね。まあ、遠慮なくショットガンとかぶっ放してたのがいいかもしれないけど、あ、まだ何も戦ってないのに、いきなり使ってくれって言って渡してくれた。ありがとう。しかも、敵が現れてくる直前に、ねえ。で、どうしようかどうしようかっていうのは悩んでいるんだけど、まあ、とりあえず、なんか、しれっと倒してくれてるから、ああ、もうすでに発狂してるやついる、発狂してるやついる、ちょっと待って、この、は、違う、捨てないよ。間違えた。オッケー。ほっ、オッケー。あれ？ちょっと待って。今、逆サイドから来たやつも、しれっと食らってる？あ、食らってくれてた。ありがとう。ほい。ほーら、気持ちいいだろ？穴の方、刺激されるの、ちょっと待って、後ろいる。危ない。ほい。そうだろ、助かっただろ、だから5発打ってば大丈夫。ケイ。ほい。こけます。もうこけてね、これ何体ですけど、何体以上倒すか、こう時間が何分過ぎるかなんだよね。こいつ一体一体相手にしてられないからめんどくさいんで、ドゥーン。あ、ちょっと待って、危ね。ああ、もう、ああ、やべ、発狂しやがった。もうこれ以上ないから、とりあえず燃えろ。オッケー。燃えている間に、次、燃え焦げ。あ、ちょ、近い。
ほーら、もう15年間蓄え続けた唐揚げを食べたそのお腹脂肪タルタルソース。近いやつは、ドゥー、あ、ちょっと発狂率高くないですか？レオン、これを使え。もう、あの、何を使うためにこう置いてくれてるのかっていうのがちょっとわかんないが、とりあえず燃えろ。OK。燃えている間、あ、ちょっと、燃えた？発狂精神燃えた？大丈夫？よし。キック。あ、やばい、来てる。あ、危ない、危ない。こういう時は、あの、わざわざ頭を狙わずにね。ほい。燃えろ。頭を使わずに燃えろ。意味変わってくるけどな。よし。やばい！おぉ！コントロール G やな。そんなんじゃ選抜、ちょっと待って、いけない。欲しい。先行弾が欲しい。先に手榴弾。あそこに、アシュリーが隠れてる。キャッキャウフフするには、あのいい空間。そして、落ちろ。あ、ちょ、近い。おめえさん、攻撃。痛いんだっけや。よし、とりあえず、あー、下手くそー！そう、コントロール G もう一人いた。しかもまた発狂してるやついる。くそ。もうラスト一発だぜ。ほら、プレゼント for you。落ちろ。あ、ちょっと撃っちゃダメだ。撃っちゃ、ほら、また発狂したべや。もう、捨てないよ。あれ？武器って捨てるっていうコマンド出てくるんだ。あー、ちょっともう。ほい。てか、これをずっと繰り返してた方が、ほらほら、発狂すんな。これずっと繰り返してた方が、ほら、無敵時間を活用して、ね。チレッと倒すことができるんじゃないかって思うけど、そんなことはないゴンス。オッケー、頭から落ちて。ちょ。なんかあの、キーボード操作がゴーンか。危ね。なんかすごい飛んできてた。よし。もう数いっぱいあるし、あ、とりあえず速攻性の高い。あっち。いや、ちょっとまずいかもしれない。大丈夫じゃないかもしれない。あ、いて。近い。生中はみ出るね。そうね。いって、おー、もう今せっかく回復したのに、貴様落ちろ。キリがない。ほんとキリがないんだよな。てか、ここでさ、ずっとこの村人が出続けてたら、いつかはレオンとルイスをぶち殺すことができたのに、なぜかバブルスって言って帰っていくんだよね。あれなんでなんだろうね。よいしょ。ほい、チキカチャン。いやー、ありがたいよね。3発でぶち殺してくれてるもんね。ということで、落ちて、倒して、くるっと振り返って、おお、もうびっくりした。もう。おめえさんもガナードみたいな立ち位置、私に近づいてきてんじゃん。何？好きなの？俺も好きだよ。オッケー。じゃあ、とりあえず落として、お、いいね。あ、いいね。あ、よくないね。あ、オッケー。意外と1体あたりの体力はじゃあ、大したことがないのかな。落として、あ、バブルス。バブルが弾けた。そっから、覚悟しとけ。魔の30年間が待ってっからな。今40年目に向かって走ってってるところだからな。あ、でもここスピンだから関係ねえか。あ、プルンプルンしてたな、プルンプルン。ほんとこう、出てくる中で、まあ、性格とか、まあ、総合的に見たらどうなんだろうな。こう、本当にバイオの女性キャラ選手権みたいなことやって上位に上がってくるの一体誰なんだろうなっていう。そのもう、あの、キャラクターのその、なんて言うんだろう、全体像うんぬんとか、なんて言うんだろう、まあ、じゃあスタイルだけで言ったらなぁ。確かにスタイルだけで言ったら、まあ、身長はまではわからないけど、あの、なんだかんだシェバとかすごいよね。あの、なんだっけ、くびれというか、あのウエストサイズでさ、あのバストだもんね。で、こう、どんどんこう、新作になっていけばいくほど、こう、ちょっとバストの強調がなくなっていったっていう感じなんだよね。今、収録時がどのくらいなんだろう。まあ、とりあえず、区切りのいいところまで来たんで、アイテム回収も済ませたし、これは？ああ、そっか。右か左か、赤い髪か青い髪かみたいな、そんな感じのやつか。よし、じゃあ、一旦区切りのいいところまで終わって、でこの辺りでちょっとアイテム整理だけさせてもらって終わりにしましょうかね。まあ、ちょっと次回ね、まあ、村長をぶちのめしに行くというパートをやっていきたいというふうに思いますので、ぜひね、動画ご視聴いただけたら嬉しいです。ということでね、本日の動画もね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンと、それからグッドボタンを押して、明日のチャンネル登録じゃない。明日の動画もね、楽しみにしていただけると嬉しいでございます。
いやだいぶ散らかってんな。まあご愛嬌ということで、まあ、そんなところでいいかな。じゃあそこのセーブポイントでね終わりにしたいと思います。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。